ドッカンルーム。鹿児島ユナイテッド FC サポーター部、マッキーのロッカールームです。鹿児島ユナイテッド FC スタジアム DJ のマッキーです。今日も一緒にユナイテッドを応援していきましょう。ユナイテッドサポーター部の皆さん、応援メッセージ、リクエストなどなどお待ちしていますよ。さて、鹿児島ユナイテッド FC なんですが、今週日曜日の予定でした試合、北九州戦が、その次の日ですね、9月の19日月曜日、キックオフ時間がちょっと早くなりました、18時となりますので、お気をつけください。詳しくはですね、ホームページ、公式のホームページをご確認いただきたいと思います。台風の影響で日曜日の試合が翌日の19日月曜日18時キックオフと変更と延期となっておりますので、お気をつけください。さあ、今日はですね、実は前節ハットトリックを決めました、鹿児島のエースでございます、有田浩樹選手のインタビューをお聞きください。それではどうぞ。ユナイテッドサポーター部、マッキーのロッカールーム。今日は前節のヒーロー、この方の登場です。自己紹介お願いします。背番号9番、有田浩樹です。よろしくお願いします。お願いします。いやー、おめでとうございます。ありがとうございます。やった、もう前節さぬき戦でハットトリックを決めました、有田選手ですが、はい、人生初だったんですか？学生時代は何回かありましたけど、プロに入ってからは初めてでした。どんな気持ちでしたか？まあ、正直まあ、1点目もそうですし、まあ、2点目 PK 蹴らせてもらったっていうのもあって、本当に、まあ、3点目もそうなんですけど、パスを出してくれる人とか、点を取らせてくれる、役割を与えてくれてる人っていうのがいるので、まあ、そういった人たちのおかげで自分がゴールしてることができるっていうのは、まあ、どんな試合ゴールしても思ってますし、もう本当周りの人たちに感謝してます。素晴らしいですね。なんかそういう、こう人柄っていうのも本当このシーズンを通してサポーターさんが感じてるところなんだろうなって思うんですけど、なんか自分のゴールだけど周りの方のおかげってなかなか言えるもんじゃないじゃないですか。そうですかね。まあ、自分がその、まあ、何でも一人でプレーするっていうタイプでもないですし、まあ、一人でそのドリブルして運んでシュート決めてっていう感じじゃないんで、本当出してもらわないと、もう使われる側っていうのは自分で思ってるんで、そういった意識でうまくみんなをボール出してくれてるなっていうのは毎試合感じます。鹿児島としては4回目のハットトリックらしいんですけど、鹿児島の歴史に名を刻みましたね。はい、そうですね。まあ、ゴールのところは求められて、まあ、今年鹿児島に呼んでもらったので、そういったところは今のところ、まあ、ある程度というか、まあ、期待に応えられてる試合っていうのもあると思いますけど、まあ、点が取れなかった試合とか勝てなかった試合っていうのを、やっぱ自分の得点で負けを引き分けに、引き分けを勝ちにっていうのを、まあ、もっと増やせたんじゃないかなっていうのは、ここまでの試合振り返って思ってるんで、まあ、ゴールで皆さんの記憶に残るっていうのはもちろん嬉しいですけど、シーズン通して、まあ、今年のシーズン良かったっていうふうに思えるように、あと10試合戦っていきたいなと思ってます。なるほど。そのあと10試合、あと10試合になりましたね、もう残りが。なんか始まるまでは、J3 の開幕までこんな長いんだっていう感じはあったんですけど、うんうん、まあ始まってみたら、なんかあっという間に、まあ、ちょっと真夏も終わりかけてんのかなって感じながら、あと10試合かっていう感じを、まあ、すごい感じてます。ツイッターとか見てて、結構書き込みで、はい、有田選手が鹿児島でまた花開いてるみたいな投稿、多分今まで所属されているしていたところのチームのサポーターさんとかが結構つぶやいたりとかするんですけど、なんか、はい、鹿児島でまた花開いた感ありますか？そうですね。やっぱ、まあ、そういう歴代所属したクラブので応援してくれてた人たちからしたら、やっぱりフォワードとして入ってきて、まあ、そこまで点が取れなかったってなったら、そのクラブに対しての、まあ、そのサッカーの貢献、結果としての貢献っていうのは少なかったかもしれないですけど、まあ、むしろその後もやっぱりそういうふうに僕の名前を見て、そういうふうに思ってくれてるっていうのがすごい嬉しいですし、
そういった声をまた聞けるっていうのも僕自身また点が取れてよかったなっていうふうに思います。試合が終わった後会見で鹿児島に来てよかったみたいなコメントがあったじゃないですか。はい、鹿児島来てよかったですか。いやよかったですね。今んとこいいとこしかないしでしょう、はい、なんか鹿児島なんか一番こう来てよかったなと思うとこはどこですか。まあ今まで所属したチームもやっぱりサポーターのサッカー熱とか応援してくれてるなっていうのはすごい感じてたんですけど、うん、まあ、より一層感じるかなっていう、まあ、そのもちろん試合の時とかもそうなんですけど、まあ、普段の生活のところでも声かけてくれたりとかすごいなんかあ分かってくれてるんだなっていうのはすごい感じます。あと10試合あるけど本当改めて鹿児島に来てくれてありがとうございます。いえいえまだまだ頑張りたいんでまだ、うん、まだまだ頑張ります。終わってからもう一回言いますね。はい、わかりました。鹿児島のそのチームの雰囲気とかも明るくしてくれたりとか、もうツイッターとかもどんどん上げてくれたりとか、はい、いろんな活動を通して鹿児島を盛り上げてくれてますけど、なんかまあ、はい、もちろんエースとしてそういう意味でも鹿児島のシンボルとなっている自覚って今ありますか。まあ、そこまで自分一人で、まあ、なんていうんですか、目立ってるというか引っ張ってるという感じじゃないですけど、逆にそういうツイッターとか SNS 等含めて発信しているからこそ結果も出さないとなっていうふうに自分では思ってるんで、まあ、そこがうまく、まあ、いい感じ、自分の中で相乗効果といいますか、まあ、プレッシャーかけるじゃないですけど、まあ、そういったのがうまく結果として出てるかなっていうのは今のところ思います。そういうタイプなんですか。自分にこうプレッシャーを結構かけるタイプですか。でもあんまりなんかプレッシャーっていうのは感じたことないんですけど、へー、いつも通りっていう感じでやりたいなとは思ってます。だから負けたとしても発信っていうのは止めないようにしたいし、まあ、多少その言葉のチョイスとかは変わってきますけど、なんかまあ毎日できるだけ変わらないように、まあ明るくなる分にはどんどん明るくなっていってっていう感じがいいかなとは思ってます。それってプライベートでもそんな感じですか。あんまり変わらない。そうですね、プライベートの方が若干静かかもしれない本当ですか。想像つかない。うん、多分まあ前節そのハットトリックもありまして3対2でたまたまレサムキに勝ちましたけれども、はい、前節振り返っていかがですか。うん、そうですね、やっぱ開始早々の失点っていうのが、まあ、早すぎたっていうのもあって、まあ、ちょっと、まあ、スタジアムの雰囲気もちょっと、うん、微妙な空気になってしまったかなっていうのは感じたんですけど、まあ、逆に考えたら残り89分ある中で取り返すチャンスっていうのはあると思ってましたし、逆になんかこうスパッと切り替えられたというか、また改めてっていう感じがすぐそういう感じになれて、まあ、前半のうちに逆転はできたので、まあ、結果としては良かったですけど、まあ、その1点がやっぱり勝負決めるかもしれないっていう試合もたくさんあるので、まあ、そこに関してはやっぱり、まあ、試合にもう始まる前もすごい声かけて立ち上がりっていうのは言ってたんですけど、まあ、どこかまだ足りてないところがあったのかなっていうのは、思ってます。次回もホームでできるのでホームの後押しをたくさん浴びて、しかも次は北九州なんで、前回大会の時って有田選手のあの劇的なゴールで勝ったじゃないですか、はい、逆転ゴールで、はい、なのですごいいいイメージで入れそうじゃないですか。そうですね、まあホーム戦も残り少なくなってきて、やっぱその中でも、まあ、本当毎試合最高入場者数を今シーズンの更新するぐらいにやっぱ皆さん来てほしいし、まあ、それをするためにもやっぱ僕たちが結果出さないと行ってみたいなって思ってもらえるようなチームにはならないと思うんで、まあ、それも含めていい試合にしたいっていうのはすごい思ってますし、まあ、相手の北九州に関して言えば今シーズン天皇杯含めてもう2回やっていて、まあ、どちらも鹿児島が勝ってるんで、まあ、それも含めてやっぱり相手のチームからしたら同じチームに3回もっていう気持ちはもちろん持ってると思うし、相手もやっぱり当然勝つ気で来てるんで、まあ、それに対して受け身にならず、まあ、僕たちも本当チャレンジャー精神で渡り合うというか、相手を飲み込むぐらいの勢いで試合開始から戦っていけたらなとは思います。
乾杯したいですね。またみんなで。乾杯したいですね。いつもなんか乾杯も盛り上げてくれてますよね。誰にかけようかなっていつも考えてます。誰にかけます次。まあ大体なんかあの決めた人とかにかけたいんですけど、うん、なんか決めた人インタビューとか結構行っちゃう時あるんで、そうなったらもう、うん、かけてない人とかにかけるようにしてます。かけてない人、ちょっとバランス見るんですね。そうです。この間自分かけてましたよね。この間も誰もいなかったんで、ね、もうそしたらもう次はあのサポーターのところに向かってかける。分かち合えるからいいですよね、勝利をね。はい。また乾杯しましょう。はい。さあでは最後に愛すべきサポーターの皆さんにメッセージをいただけますか。はい。今シーズンも残り10試合になりました。ホーム戦も、まあ、少なくなってきてますけど、皆さんの後押しで僕たちも走り続けられるので、残り10試合も僕たちと一緒に戦って、最後みんなで喜べるように頑張りましょう。はい、ありがとうございます。はい、あ、では曲なんですけど、ユナイテッドリクエストユナリク、はい、やっぱり大好きなビッシュと行きたかったんですけど、違うんだ。僕いやなんか結構自分が踊れないからっていうのもあるけど、はい、ダンスしてるグループのなんか PV 見たりするの好きなんですよ。へー。で BTS の、あ、もう言っていいんですか曲。言っちゃいますか。じゃあ BTS なんですね。意外だったもん。そうなんですよ、言っちゃった。よし、じゃあかっこよく DJ コーキー曲紹介をどうぞ。 Hey Hey BTS の Permission to Dance です。かっこいい、バッチリです。ありがとうございます。有田浩樹選手でした。ありがとうございました。